スペインのテレビ番組、リーエルクリンギートによれば、ネイマールはパリ、サンジェルマン、PSG からの対談を強行するための遺跡金があるという。ネイマールの FC バルセロナから PSG への遺跡は昨夏の遺跡マーケットで最も注目を集め、PSG は絶対にありえない。 と思われていた遺跡金2億2200万ユーロ、約289億円を支払い、ネーマール獲得を現実のものとしている。しかし、一方のフランスではイングランドやドイツのように強制的な力を持つ遺跡金というものが存在しない。それゆえにリーガ・エスパニョーラのチームはこれらの国々のクラブか、ラ選手を獲得しようとしたときに、 非常に困難が付きまとうことがある。例えば、バルサはベッタッティ獲得のために PSG、コーチーニョ獲得のためにリバプールと衝突している。噂ここ数週間ネイマールと PSG 間で違和感が生まれており、しウメイトや監督内エメリトの考え方の相違が噂されている。また、ネイマールはチームの雰囲気に対する反発も見せている。 このような理由から、EL クリンギートが報道しているネイマールの PSG との契約にある遺跡金が大きな衝撃となっている。EL クリンギートによれば、ネイマールの契約では、PSG がバルサに支払った金額と、同額の遺跡金2億2200万ユーロ、約289億円で同クラブを退団できることになっている。 そして、ネイマールのレアル・マドリード遺跡の噂が再び熱を帯びてきており、元バルサのチームメイトのジョルディア、ルバやブラジル代表で共に戦うカゼミーロを筆頭に、レアル・マドリードの選手たちもこの件について口にし始めている。うん、スポーツ